はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てたらと思っております。動画進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければ動画ボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは本日のステップいってみたいと思います。はい、スイックセーブ。それではステップの解説いきたいと思います。右足のステップから始めさせてもらいます。そしてですね、今回5、6、7、8から入りますね。いきます。で、まずやることいきましょう。ちょっとカウント込みでいきます。5、6、7、タララリッタ、タティッティタッタタザ、ツタツタ、いました。タララリッタ、タティッティタッタドド、ツタツタ、ね、はい、シックスセブン、タララリッタ、ツタツタツドド、ツタツタ。もうでちょっとリズム込みで言っちゃいましたけども、リズムは今の通り、ファイブ、シックスセブン、エイティン、タンタタッタタッタドド、ツタツタとなります。それでは続きいきたいと思います。続きやることだけいきます。フーラップ、ヒール、フーラップ、ヒール、ステップ、ヒール、スカーフル、ヒール、ステップ、ヒール、シャッフル、ボール、チェンジとなります。せーの、タティティタタティタティタティタタタタタタ。でリズムが全部3連で、最後のシャッフルのところはちょっとスイング系になってしまいますけども、5、6、7、8、タタ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 タ、ウッタタタタとなります。はい、6、せーの、タタ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 タ、はい、タタタタとなります。一回頭からここまで続けてみましょうね。5、6、7、8、タツタツタツドドツタツタ、タタ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 タ、はい、タタタタとなります。そしたら後半行きましょうね。後半は覚え方としては多分左右対称なので覚えやすいかなと思います。最初、タタ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 です。左からフーラップヒール、フーラップヒール、シャッフル、ステップヒール。そしたら右から同じことです。フーラップヒール、フーラップヒール、シャッフル、シャッフル、ステップヒール。これリズムが全部タタ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 となります。全部3連になります。いきますね。5、6、せーの。タタ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 となります。そしたらラストブロードウェイステップになります。ただ全部これも3連です。タタタディ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 ディディドとなります。いきますね。タララ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 です。で、これも全部3連になります。タタタティタタ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 ダという風になります。後半部分全部頭からやってみましょうね。全部3連です。5、6、せーの、タララ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 
となります。これで今回のステップ以上になります。頭から続けてみるとどうなるかやってみましょうね。はい、6、7、タララリタツタツタツトントツタツタタ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 タ今回ずっと3連音をこう細かく刻んでいこうというところもちょっと目標にしてますので、ちょっと大変ですけども頑張っていきたいと思います。それではちょっと早く練習いってみましょうね。はい、6、7、タララリタツタツタツトトツタツタタカタタカタタカタカタカタはいタタ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 タはい、6、7、タララリタツタツタツトトツタツタハハ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 はいタタ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 タはい、6、7となります。ちょっとね、いろいろ3連続いて大変ですけども、何度もチャレンジして楽しんでいただければと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、6、7はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回もですね、3連のリズムをテーマに今回のコンビネーションを作ってみました。シャッフルとフラップ、時々ねちょっとややこしくなるかもしれませんけども、ぜひね足のコントロールができるよう何度もこのコンビネーションチャレンジしていただけたら嬉しいかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回のこのコンビネーションのワンポイントコツとしては、フラップとシャッフルのところをちょっと間違わないようにってところですかね。最後のタララ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 っていうところが、フラップダブルシャッフル、なんとなく雰囲気似てますし、リズムも同じ3連使ってますので、ララ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 ラとこういう風になっちゃいそうなので、なんかねシャッフルしてまたフラップいきそうになっちゃいますので、そこしっかりフラップヒール、フラップヒール、ダブルシャッフルしたらステップヒールです、ね、ここシャッフルとフラップのところをしっかり意識するっていうところが一つなってきます。前半のところもフラップヒール、フラップヒール、ステップヒールに変わります。フラップヒール、フラップヒール、フラップヒールといきそうなんですけども、フラップヒール、フラップヒール、ステップヒールってなってますので、なんかね同じステップが続くと油断しちゃうと絶対前のステップが出てきますので、必ず、まあ、前半はですね、フラップヒール、フラップヒール、ステップヒール、後半はフラップヒール、フラップヒール、シャッフル、ステップっていうところを意識していけばおそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。ので本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。